で僕ね、こういう、まあ、ソ連の歴史、ロシアの歴史について書かれてた、うん、あの人たちについて、前からちょっと一言言いたいと思うんですよ。うん、これはですね、うん、僕、いわゆる、なんていうんですか、第二次大戦についての戦争、うん、まあ、大日本帝国の、はい、研究されてる方も、たまにこういう方いらっしゃるんです。まあ、例えば、はい、まあ、実名出しますよ。うん、保坂正義さん、正康さんと、半藤、はい、勝利さんですか、はい、昭和史とか、はい、ああいう方で非常に聞き取り調査されてたりとかで、はい、まあ、うん、彼ら地道にすごくその昭和の大戦時の歴史について非常に詳しく学んでる方で、うん、はい、歴史家としてはまあ本当に僕も尊敬してる部分あります、はい、非常に素晴らしい。あ、なんですか。僕ないですけど。あ、ないですか。ないですか。はい、いやいや、やっぱりしっかり調べ て素晴らしいなと思いますよ。完全に、はい、東京裁判士官ですよ、ね。あ、いや、まあ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 。まあ、それはちょっと置いといて、はい、彼らがその歴史家としてしっかり、歴史をしっかり調べてるっていう部分は、うん、僕は一応尊敬はしてる部分があるんですよ。はい、ただ、そういう人たちに、うん、まあ、これ先ほど あのロシア研究とかソ連研究の人たちもちょっと同じこと言えるんですけど、うん、そういう人たちが、うん、じゃあ現在のこういう、ね、うん、昔のことはよく知ってる、よく調べてるし、うん、その時代背景も全部調べた上で、ほぼ彼らの一番まずいのはそこで全知全能感を持っちゃうんですよ、はい、俺は全てこの過去の現象のこの一時期の部分の、うん、ここはエクスパートとして知ってるっていうふうに思ってるわけじゃないですか、うん、はいはい、ただこういうここで俺はロシアのことを知ってる、ソ連を知ってる、昭和の日本も知ってる、だからこそ今の日本はこうだ、今のロシアはこうだって言えるかって話なんです。そうなんですね。こういう人が結構多いんじゃないか。で僕前からこれね、はい、なんでこういうふうに思ってるかというと、うん、コリン・グレイの現代の戦略という本があります、うん、2015年に僕が出した、はい、素晴らしい本なんですけど、僕の師匠の本なんですけど、うん、あそこの第11章ってあんまり皆さん読まないんですけど、僕は一番大事だと思ってるんです、うん、章が、はい、なぜかというと、そこにコリン・グレイ自身が1980年代にレーガン政権の下で核戦略を実際に運用する立場にあったわけじゃないですか、はいはい、大統領にアドバイスする立場だったんですよ。でその時にあれ終わりました、で冷戦、第二次冷戦が終わって、冷戦が終わった後にいろいろ資料が出てきます、うん、そうすると95、6年ですね、あの時にわーっと出てきた時にソ連側がこういうこと考えてた、アメリカ側もこういうこと考えてたっていうのは大体分かってくる。そうすると80年代のレーガン政権の時に、うん、お互いに結構疑心暗鬼で何も分かってなかったじゃないかっていうのはバレちゃったんです、はい、冷戦後に、うん、でそれをここの資料とか持ってきて、お前らあの時何やってたんだって批判する人が結構冷戦の歴史家で結構多かったらしいんですね。なるほどね。グレーはそれに頭きてて、その時はそう誰も分かってなかったじゃないかと。当然なんですよ。後から後付けで言ってんじゃねえよ、うん、そうそうそうです、はいはいはい、これ、うん、マンデーモーニングクォーターバックとかよく言うんですけど、うん、要するに、はい、試合が終わった後に後でたらればってよく言うじゃないですか、うん、そういうことを実際にその昔の歴史を知ってる人たちってすごい言うらしいんですよね、うん、で現在まさにこれで、はい、この人たち先ほどの歴史を見る、うん、何でしたっけ、憂慮する、うん、日本の歴史の歴史家の会っていうやつ、こういう人たちも含めてなんですけど、で、まあ、いや歴史家って妥当性全然ないよねまあまあそうなんですけど、彼らに、まあ、こういう方々は過去のソ連とかロシアを知ってるじゃないですか、うん、なので現在のプーチンも知ってるっていうなんか全知全能が持っちゃうんですよ。俺はだから彼の視点を持っちゃう。彼らはロシア専門家もいるんだけど、うんうん、過去のロシアのことも知らないと思うよ僕は僕の知ってるロシアとだいぶ違う。いやいやいや、ほら彼らは彼らの主観で絶対知らないと思うよ。僕はね、問題なのはそこで彼らが全知全能感を持ってることなんですよ、はい、俺はロシアを知ってるっていうふうに思い込む、はい、シベリア抑留とか知らないと思うよ。いやいや、知ってるでしょ全然知らないと思うよ。でね、はい、それを持って現在のプーチンは悪くないってやっぱ言っちゃうみたいな、はい、これ中にはですね、はい、いやプーチンはスターリンほどの合理性があればみたいなことを書いちゃってる人いるんですよ。もうそこでもおかしいんですよ、はい、おかしいですね。いやでも実際こういうことなんですよ、うん、つまり昔のこうだから俺は知ってるから現在のこれもこうだっていうふうに言ってる時点で、うんうん、お前ここの現在のここのエクスパートじゃねえだろって話なんですよ。なるほど。なんですけどなんか昔の歴史を持ってるから俺は今のことが分かるんだみたいなこと言っちゃう人って結構よく多くてですね、うん、もうゴリ夢中で現在その起こってるのが分からない人がやっぱ結構いるっていう、うん、確かにね、はい、いやなんでその現在の状況を分析する人々をバカにする傾向があるんですよね、うん、その人たち、はい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 、いやこれが本当にでも実際は普通に素で見るとプーチンやばいことやってるよね、うん、
そこがなんかね、昔の私は知ってるからってことで、なんか見えてないというか、いやでも変なバイアス。それを言うと、はいはい、ウクライナ大使だった馬淵さんだって、それ現地を知ってるからとか言って、現地の人だって、ロシアは攻撃してないですって言ってるんだよね。マジですか。私は知り合いがいるんですけど、はいはいはい、ロシアはそんなことしてないです。その知り合い連れてこいよって話ですね。そう全然ダメですね。だから専門家という人たちが全部できるわけじゃないよねっていうのは現在のね進行形の話。そうですよ。例えばそのまあ例えば A 単語をやたら詳しく知ってる人が、じゃあアメリカ人の文化的背景とか世界観を知ってるかって、例えば学校の先生英語教えてました、はい、英語すごくわかります、うん、A 単語知ってます、時制の一致とかいろいろ文法的なことも言います。でも英語、アメリカ人の考え方っていうのは僕は分からなかったと思うんですよ。ああ、なるほどね。で、例えば、社会科の先生とかだって、はい、うん、何年に何があった、何年に何があった、何年に何があったって。でも僕が教えてもらった歴史観っていうのは、進歩的歴史観ですよ、はいはい、東京裁判史観を僕はずっと学校、学生時代教えられたわけですよ。はい、なるほどね、はい、そうなんです。だから彼ら、はい、だから僕はちょっとこれね、一つ問題なのはやっぱ一つ世代の差っていうのがあるのかなと思ってるんですよ、うん、はい、やっぱ若い世代でまっさらに見たらプーチンやばいことやってるねっていう人たちが今大手のテレビ、メジャーなテレビに出てるんで僕は良かったなと思うんですけど、はいはいはい、こういう前の世代の人たちが現状分析してたらどうなるかっていうと、うん、はいはい、めちゃめちゃ恐ろしいなというふうに思ってるんですよね、はい、そうなんですね。なのでだからここまでですよ、はい、学校の先生に教えてほしいのは、うん、この点と点のちょっとつながったとこぐらいでやめてほしいんですよね、うん、そっから先の変な歴史観を加えてきて最後陰謀論まで行っちゃう、学校の先生だっているんですよ。てか、はい、最近その売れてる本って大体そのペガサス本しかないって。ペガサス本なんですよ全部が。そう、全部こう実際つながってないところまで、はいはい、つなげちゃうっていうね。そうだってとこまで行くのが最近売れてる本だし、そう DS ですね、最近の歴史を語る人が結構もうそこまで行ってしまってるんですよね。はい、だから論理的じゃなかったり、うん、まあこれが知恵だなってとこまでで止めてほしいなというね。僕がやっぱ気になるのはですね、はい、例えばですよ、はい、誰がこの状況の中で最も得をしたのかとか、うん、犯人はこいつだろうみたいなことを言う人とか、うん、なんかいわゆるその利益だけで全てを説明しようとする人とかいるじゃないですか。あ、だからまあはいはいはい、まあ、陰謀論系の人、利益を出そうとみんな知ってるだろうけれども、はい、その通りはいかないってことですよね。そうですね。要はアメリカの中でもいろんな政治勢力とか、うん、いろんな企業があって、はい、いろんな人たちが戦って、うん、自分たちの利益に出そうとそれは知ってると。でも一致した勢力が全部裏を引いて儲かっていく、うん、でアメリカの中でもそれ成功した人がいたら、はい、損してる人もいるはずなんですよ。あ、もちろんもちろん、はい、いますよ。例えばアメリカが今回得したってあるかもしれないけども、うん、いやウクライナのビジネスやってる人は損してるだろうし、あと、まあ、この後ちょっとやりますけど、うん、インフレになったら、うん、バイデン政権だって危ないですよ。あ、そうですね、はいはいはい、実際その通りですよ、うん、それでもね経済制裁やっぱやるっていうふうにやらざるを得ないっていう状況なんで、はいはい、まあ、そういうところですよね、はい、戦略が分かると、うん、早く理解したいというためにですね、はい、戦略の改装という音声講座あるんですけど、これがなんと新しくなりました。新しい知見もね、入れてですね、新しい事例も入れてベーシックが、はい、もう入れてます。変わったということ、はい、でこれが分からないと戦略が分からないよというぐらいのもので、はい、一番早く戦略を分かることができますというものですね。今回はい、映画を紹介してその映画をもとに、戦略の階層が分かるっていう、はい、さらに 2.0 からもっと分かりやすくしてますね、はいはい、あとまあこれ個人的に使えるのでね、個人の、はい、自分の戦略を人生でどういうふうに見るかっていうこともできますんでね。あ、そうですね。学問の話を相当入れてます。はいはいはい、そうですね。はい、で、まあ、戦争学というか戦略学、はい。そうですね。で、後半に、うん、そういうちょっと映画の話とかっていうところを入れてね。はい、分けてますから。そうですね。2.0 の時は、とにかく戦略的な難しい話を抜いてやってたので、はい、で、今回はちょっと難しい話も入れてるし、はい、さらに分かりやすくするための映画から取ってきたね、そうですね、はいはい、対比、ライバル同士の、ね、戦略の階層を出して、
こんな形で差がついたよと。映画の方は今、はい、アマゾンとかでね、はい、プライム入ってる人は無料で見れると思いますので、うん、今ならすごくいい作品になると。映画の方ですね。そうです、はい、マクドナルドの創業者のファウンダーっていう映画を元に、はい、戦略の階層を解説する部分も作ってますので、いや、はい、僕もでも実際見てやっぱ勉強になりましたよね。はい、はい、ぜひ、はい、ご覧にいただく、まあ、この本音声聞いた後に、はい、うん、見ていただくと、まあ、ものすごい理解が。マクドナルドを作ったファウンダーっていう映画ですね、はい、創業者は実はマクドナルド兄弟っていう兄弟なんですけど、そうですね、はいはい、そいつからユダヤ人の、レイクロックが奪い取ったんですよね。でどうやって奪い取ったかっていうところにマクドナルド兄弟と、そのレイクロックの戦いが出てくるんですけど、2人が全く違う戦略で、そうです、このハンバーガー屋ビジネスを考えてたというところで、見ていただけたら、はい、一気にね、そうですね、いろんなことが分かると、本当、はい、ポイントが分かると思いますので、うん、ぜひ、はいはい、そうですね、こちらの、はい、戦略の改造 3.0 の特に後半もね、そうですね、はいはい、映画の話をしてますので、いや本当に戦略っていうのはえぐい話だなというのが分かりますね。、はい、そうですね、そうですね、確かに。